通信によると一班と二班が合流したようです。そうか、七星が苦労して日米を合同班にした甲斐があったな。はい。ですが。なんだ？その知らせが届いた直後、火星からの通信が一切途絶えました。昼間総理、グッドマン大統領からホットラインが入っております。わかった、その件は市政に伝えておけ。はい。ハロー、ジェラルド。やあ、一郎。お察しとは思うが、首脳会談のお誘いだ。議題は言わずもがなだな。だが一郎、同盟国首相の君には前もって言っておこう。よく聞いてくれ。実は…投げないの？マルコスはいる。カナコも、ジャレットやエリカも。ねえ、カナちゃんたちはちゃんとついてる？うちらももうすぐ着きそう？アレックス、大丈夫？ああ、カナコはアカリと班長を届けたし、薬も渡したし、俺らももうすぐ着く。マルコスたちのこともアカリたちが守ってくれる。シーラ、マルコス、おう、周りのゴキブリを頼む。はい。カナコは生きている人の救助を。了解。その手の形、オケラか。オケラ、よじ登る、泳ぐ、穴を掘る、走る、跳ねる、飛ぶ、泣く、七つの能力はオケラの七つ芸とも呼ばれる。加えて圧倒的な腕力を誇る。今からするのはもしかしたらただの八つ当たりで、てめえにとっちゃ身に覚えがねえとばっちりかもしれねえ。だがどうせ言葉も通じねえんだから言わせてもらうぜ。来な。甲虫類特有の硬い体を持ち、その玉虫色の体表は迷彩効果がある。デイビス副長、お俺に探させてください。俺の能力を使えば。休んでいろ、ジャレット。やらせてください。俺頭良くないから、国際情勢とか全然わかんないけど、それどころかバカやって食い詰めて運よく手術しただけの流れもんだけど、任務内容を聞いて誇らしかったんすよ。人類を未知のウイルスから救うためだって。だからそれを阻むゴキブリたちにも、ましてや同じ人間なのに艦長や副長が命かけてる計画を利用しようとしてる奴らにも、死んでも負けたくないんです。you
そうだな、ジャレット、頼む、奴を倒す。読めよ、殺すぞ。おめえを殴ったのは殴ってほしそうな顔してたからだ。俺たちは何しに火星まで来てんだ。マルコス、シロ守る。だったら俺に謝る必要なんてねえぜ。俺はちげえからな。俺たちは生まれた時から利用される側、捨てられる側の人間だった。ギャングになるか体売るか、何もしなければゴミのまんま。そんな人生を変えるために来てんだろうが、お前だってそうだろうが、真っ当に生きるための戦いだろうが、ゴキブリだらけのこの星で突っ伏して泣いてる暇なんかねえだろうが。取るぞ仇。完璧に任務こなして、ゴキブリも裏切り者も全員ぶっ殺して地球に帰る。で、いいんですよね艦長。ああ、そうだ。アレックス、ありがとな。お、これからの戦いも俺たちは負けない。救助艦が来るまでの残り39日を。必ず生き延びるぞ。やれ、ジャレット。反響艇位、シャチを含むイルカの仲間が持つ音波を使った艇位能力。いました、副長。俺のマウン。ああ、聞こえたぜ。ゲス野郎が怪我人の背後に忍び寄るのがはっきりとな。生まれつき耳はいいんだね。私の真似を。まずい、こいつクワガタ。やろう、ミッシェルさんを。では嫌がる女子に無理に触るのをセクハラっつってな。訴訟、罰金、減給、免職、もしくはこうなる。
さか総理、それは確かなのですか？ああ、グッドマン大統領によればな。私には全く理解いたしかねます。火星の小町艦長、それにクルーの方たちはどうなるのでしょうか。今頃救助が来るのを信じて戦っているはずです。それなのにプランデルタの救助艦が未だ飛んでいないとは。火星からの通信が途絶えたそうです。え？全ての班からの電波が一度に消えた。これが意味するのは全滅ではなく妨害か。しかしまさかゴキブリどもの知恵ではないだろう。一体誰が？ファイターとスニーカーってご存知ですよね。え？昆虫の生態ですよね。自らの力で挑み勝ち取るのがファイター、戦わずしてずる賢く奪うのがスニーカー。アネックス1号計画の司令官はアメリカ人です。その下に私を含め副司令官が14人います。つまり何です？そこにもファイターとスニーカーがいる。これは。アドルフさん。ん？さてどうする？頭が死んじゃったぜ。戻って作戦立て直した方がいいんじゃない？あ、それともこれ俺がやったことになってる？もしかして。ええ、そういうのあんの？あだ討ち的な？それとも何でもいいから全力でぶっ殺すってやつか？もう君らだけ相手にしてる場合じゃないんだけどね。何者かがこれをゴキブリどもに見せていた。それで奴らは倉庫を狙い撃ちできたってわけだ。薬の意味も理解してたんですね。隊長。ん？脱出機なんですが、こいつ嘘の着陸場所が書いてあります。ん？そうか、やつらか。黒くて硬いのが鳥居はもう古いわよね。お前はもう昔のお前じゃない。我々の仲間になったんだ。艦長、ミッシェルさん。やろ。大丈夫です、ミッシェルさん。ヤツならもう捕らえてます。網っつうのはやっぱすげえ発明っすよね。勝手に絡まるんすから。さっき糸を緩く網状にして地面に置いときました。今頃やつには糸が絡んで、その糸に土が絡んでがっつりミノになってるはずです。硬すぎて蜂でもカマキリでも開けられないっていうミノムシみたいにね。
奴はもう二度と地上に戻ることはないでしょう。艦長、ありがとうございました。俺薬使ってたはずなのに、あの時みたいに。俺は何もしてねえよ。それより全部終わったみたいな顔すんのはまだ早えぞ。ったく、一匹見たら30匹いるとかいうのは本当だな。それ100匹じゃなかったですか。何にしろやることは一つだ。狡猾なスニーカーたちと違い、彼らは俺たちはファイトしている。理解者を装いながら他人の戦いの成果の出るその瞬間だけを計算高く奪い取ろうとする自称弱者たちに彼らは負けません。ひざまるあかりも、ミッシェル・ケイ・デイブス、あなたの研究も渡しません。来てもらえますね、私と一緒に。中勝負があるからよ。あいつが仲間と認める者たちを、もう誰一人俺は見捨てない。この昼間一郎が全身全霊をかけて絶対に助ける。
回じゃわかんねえなら何度でも言ってやら。てめえらが俺らの道具や技術を盗んで強くなったとしても、内側から俺らの足を引っ張る汚え奴らがいたとしても、俺らは絶対に負けねえ。地球を、地球生物をなめんなよ。地雷アッキー